まあ決断なんてのはね、1秒あれば十分ですよね。だから逆にね、時間をかけないと決められないものって決断でも何でもなくて単なる保身なんですよ。で、安全に行きたいというのが先行して、挑戦することがどんどんおろそかになっていくわけですから、普段からね、瞬間的に判断できるようにしといた方がいい。要するに物を買う時なんていうのは、欲しいと思った瞬間が正直な答えなんですよね。で、それに対して買ってもし変なもんだったらどうしようとかね、失敗したらどうしようとか、それからお金もったいなくないかなっていうふうに考えちゃうんですけども、じゃあ人生がね、あと1秒で終わるとしてどうですかね。1秒で人生が終わるとしたら決断するんじゃないかなと思うんですよ。それはいいも悪いもね。で、情報商材っていうのは、それがどんなパフォーマンスを出すのかっていうのは、自分がどう使いこなすかだけなんですよ。少なくとも新しい情報商材に目が止まったってことは、ポテンシャルはあるってことなんですよ。で、それを買わずに人生が変えれると思うんだったら、そもそも目に止まらないわけですから。目に止まってどうしようかな、買おうかなって思って、最初のビジネスって何かっていうと、その商品を買うかどうかの決断が自分にできるかってことなんですよね。で、その決断ができない人に、じゃあその情報商材を買った後に使いこなしていくっていう決断はまあできないでしょ。もっともモチベーションが高い商品を買ったっていう時以上のモチベーションを作るのは、それをやっているってことなんですよね。効果が出るかどうかわかんないけども、やってること自体にモチベーションを作り出せないようだったら、何をやってもどこに行っても、まあ片手落ちなのかなと思いますよね。まあ、もっともだからね、スタートする時が最大速、初速が最大速っていう言葉は速稼塾にあります。一番最初の速度が最高で、それを上回ることはないよっていうふうに。だから最初からね、後回しにしたりとか、今度の休みにやろうと思うんだったら、もうそれは終わりなんですよね。そもそも後回しにしたことで今やったことってありますかと。若い頃に勉強しておけばよかったなって思う人は山田言いますけども、勉強って別に今日からでもできるのに、若い頃にしておけばってどういうことなんだろうなと思いますよね。10年後も20年後も若い頃にしておけばなって思う、その時間すらもったいないなと思います。若い頃にできなかったんだったら、別に今やればいいと。明日以上に若いわけですからね。いってらっしゃい。